よし、一撃必殺ね。討伐以来達成。次。よし、一撃必殺。でも今の動き方には少し無駄があったわね。反省反省。あれ、ねえ君、さっきからよく会うけど、君は賞金稼ぎ？それとも用心棒？どうやら同業者ではなさそうか。ところで君、名前はなんて言うの？まあいいけど。ところで君、名前はなんて言うの？そう、なるほどね。私の名前は美冬よ。以後お見知りおきを。メルクリウス財団に所属してる。報酬次第で何でもこなす傭兵よ。もしくはどこででも時給で働く敏腕アルバイトよ。ところで、さっきの君の剣さばき、もたもたしてて見てられなかったわ。君は戦いに一番必要なものって何だと思う？ただ勝つだけじゃダメ。正解は効率よ。近いけど惜しいわね。正解は効率よ。最短の動きで最高の効率を得る。それこそが私の目指す最強の傭兵。時は金なり、時間は待ってくれないの。つまりのんびり敵を一匹倒して余韻に浸る暇があったら、もっと効率的に動いてもう一匹倒すわけ。ちょっと見ててくれる？実演してみせるから。敵を一撃で2匹倒すには、最初ドーンと言ってグイッと来てこう。ざっとこんな感じよ。あ、待って、もっと効率的な倒し方を思いついたわ。もしかしたらこう振りかぶった後にこうやってこうしたら3撃目を当てることが。痛めてないわ。痛めてないってば。本当よ。でも君のあの攻撃、なかなか威力はあったように見えたわ。剣さばきはおぼつかないものの、きちんと鍛えれば結構な戦力になると思うのよ。そうだ、君、私の弟子になってみない？効率的な倒し方を手取り足取り教えてあげればよ。いいえ。礼には及ばないわ。これから定期的にこの平原で君をしごいてあげるからね。こうやってこう。腰が。ところで、教官料は大負けに負けて時給750ルピでいいわよ。ん？どうしたの？狐につままれたみたいな顔して。まだまだ腰が入ってないわ。違う違う、いい？ここをこうして狙いを定めて一点突破。そしてすぐ後ろに下がる。このヒットアンドアウェイが基本よ。
そう、いい感じで。おい、誰か助けてくれ。あら、大きな声を出しながら町の人が走ってくるわ。何かしら。何があったの？それが廃墟になった古城で子供たちが遊んでたら、魔物が突然襲ってきて子供たちが古城に取り残されてしまったんだ。あんたたち頼む。腕に覚えがあるなら子供たちを助け出してくれ。そう、助けたら何ルピー出してくれるの？わ、分かってるわよ。ちょっと行ってみただけ。分かったわ。私たちが助けに行くわ。無償で。敵は何体ぐらい？効率的に倒すから事前に教えてくれると助かるわ。本気で言ってるわけじゃないわよ。分かったわ。私たちが助けに行くわ。無償で。敵は何体ぐらい？効率的に倒すから事前に教えてくれると助かるわ。ふむふむ、なるほど。よし、古城に行くわよ。ここが古城ね。さあ君、早速実践よ。効率的に倒していってね。おりゃー、どけどけうりゃー、乗り込め。子供たちは一体どこに。あ、あそこにいたわ。高窓の縁にしがみついて魔物から逃げてる。誰か助けて。魔物ももう大体一掃したかしら。君たち、今助けるわ。よいしょっと。怖くなったよ。強くて優しいお姉ちゃんたち、どうもありがとう。どういたしまして。たまにはこういうのもいいものね。ありがとうよ姉ちゃん。その謝礼は出せなかったけど、せめてその服ぐらいはこっちで修繕させてくれ。服？ああ、ずいぶん派手に破れたわね。嫌になっちゃうわもう。でもまあしばらくはこれでいいか。今日この後魔物討伐の依頼を受けてるから、そこでもまた破れる可能性があるならこのままでいる方が効率的じゃない？え？これで隠せって？女の子がそんな格好してちゃダメか。そういえばそうだったわね。女の子という概念が自分にあったことすっかり忘れてたわ。マントを貸してくれるって？女の子がそんな格好してちゃダメか。そういえばそうだったわね。女の子という概念が自分にあったことすっかり忘れてたわ。ありがとうね君。これで修理完了ね。おう、
手伝ってくれてありがとな、姉ちゃん。いいえ、それじゃあバイト料1万ルピー。うん、確かに毎通り。じゃあ、収穫完了ね。はい、バイト料2000ルピー。毎度あり。じゃあ、あら、君、奇遇ね。この格好？新薬開発の治験のバイトを受けてる状態で、新聞配達をしながらおしゃれな剣にタンポポの飾りをつけるバイトをしているのよ。でもさすがにちょっと疲れて。ありがとう。どうしたのかしら、急に体がふらついて。すごい熱だ、ですって。疲労が溜まりすぎたのかしら。どうしよう、まだこなさなきゃいけないノルマがこんなにあるのに。え？君が？あら、新聞配達かい。どうもありがとうね。お、タンポポつけ終わってるじゃねえか。新品の剣にタンポポが乗ってると乗ってないじゃおしゃれとか大違いだ。ありがとうな。どうしたんですか、私の手を引いて。え、治験の患者が倒れたから直接来てほしい。わかりました、今行きます。分かったわ、君に助けられるなんて。師匠失格かな。ありがとう。ねえ、熱があるからこんなこと言うのかもしれないけど、熱が下がったらまた君の師匠としてビシビシ鍛えるから。今だけはこないだ言ってくれたあれ本気にしてもいい？今だけ自分のこと一人の女の子だと思って君に甘えてもいい？今日はおかゆ食べたいな。それじゃ、今日も鍛錬行くわよ。私の攻撃を受けてみなさい。やるわね。刃の交差したところから火花が散っているわ。あれ、火花じゃない。全然消えないわこの光。しかもだんだん大きくなって。まだ追ってくるかしら。君、ちょっと黙って、口を塞ぐわよ。そうだ、この背中を使えば。君、ちょっと背中に隠れさせてもらうわよ。来たわ。
なんとかやり過ごせたみたいね。え？今の女性の大群は何があったのかって？それがね、私バイト先で女性の労働環境向上を訴えていたり、賃金向上のために尽くしてたら、いつの間にかあんな風に女の子たちに慕われるようになってて、明日バイト先でダンスパーティーがあるんだけど、それに私をパートナーにしたいっていう申し込みが殺到して、あんなことになってるのよ。え？男性となんて話したことないわよ、君以外とは。ってちょっとかわいそうなものを見る目で見ないでよ。あの子たちが戻ってきたわ。今度はそこの路地裏に入ってやり過ごすわよ。一緒に入って、君。勢いで入ってみたものの、この路地裏狭いわね。仕方ないじゃない、成り行きでなんだか入っちゃったんだから。あ、まだ頭が出てる。もっとくっつかないと隠れられないわよ。まだ若干はみ出てるかしら。もっと効率的に隠れるには、この腕をこうやって頭に回すように。ちょっとなんだか体が熱いわよ。でもまだ効率的じゃないわね。もっと効率的に隠れるには、君の頭を、その、私の太ももと太ももの間に入れれば。分かったわ。そのまま頭を下げて、私の太ももと太ももの間に。やっぱりダメ！私からのプレゼント、いい夢見られた？今のはね、あんたと美冬の記憶のかけらをもとに私が作った夢なのよ。それにしてもずいぶん役得だったわね。まあいいけど、あんたがもっと記憶のかけらを集めたら、また夢を見せてあげるわ。たくさんの女の子との夢を見ること、それが世界の真実にたどり着くことになるの。頑張ってね。それじゃ、またね。あれ、今のは夢？君も同じ夢を見てたの？不思議なこともあるものね。それにしても非効率的なことをしてしまったわ。でも君があんなところに頭を入れようとするから、いくらなんでもそれは。あ、もうこんな時間、バイトに行かなくちゃ。それじゃあまたね。よく来てくれたわね。今日は戦場に行くわよ。もちろん君も一緒に来てくれるわよね。特売セールという名の戦場よ。実は今日、商店でカップル限定の特売セールが実施されるのよ。だからね、
今日だけ私とカップルのふりをしてお願い。さすが、それでこそ私の弟子。じゃあ行くわよ。今日はご来店いただき誠にありがとうございます。ここでカップルでご来店いただいた方にセール以外の耳寄りな情報です。本日優勝者にとんでもないお宝が商品として贈呈されるカップル限定のゲームを実施いたします。参加料はかかりますが、ふるってご参加ください。なんですって、とんでもないお宝。参加料を払ってもきっとリターンがあるに違いないわ。もちろん参加よ。いいでしょ。よし来た。はーい、私たちも参加します。受け付けました。それでは始めます。カップル限定企画、2人の絆が試されるカップルアチアチ度チェック。本日参加者の皆さんには全部で3つの試練に耐えていただきます。まずは最初の試練、この日のために従業員の反対を押し切って店長が店を改造して作った丸バツドロンコクイズ。クイズを聞いて正解だと思う方の扉へ走っていってください。正解なら次の試練へ、間違っていたら泥まみれになります。問題。この商店で売っているバトルアックスの定価は1000ルピである。丸かバツか。そうよ、ダッシュ。丸バツクイズだって。どうしよっか、みっちゃん。いいえ、いいからついてきて。丸バツクイズだって。どうしよっか、みっちゃん。よしくんの好きな方でいい。でもさ、俺が本当に飛び込みたいのはみっちゃんの胸の中だもん。やー、よしくんのエッチ。どいたどいた。おっと、青い髪の女性カップル、バカップルを跳ね飛ばしてすごい勢いで駆け込んだ。そう、正解は丸。商品の売り値なら私の一番の得意分野だもの。毎日チェックを欠かしたことはないわ。さあ、今のクイズで参加者も半分になったぞ。次は第二の試練、ぐるぐる迷路だ。これまた店長が無理を通して店を改造して作った大迷路。最初にゴールした一組が最後の試練の挑戦権ゲットだ。それじゃあ、よーい、スタート。出だしから右と左に道が分岐してるわね。効率を考えると出だしから間違えたくはないわ。そうね。いや、待って、見つけたわ、最大効率。いやー、さっきは青い髪の子に邪魔されちゃったけど、迷路なら二人きりになれるからいいね、みっちゃん。いいえ、私の勘によると真の道は。いやー、さっきは青い髪の子に邪魔されちゃったけど、迷路なら二人きりになれるからいいね、みっちゃん。なるほど、よしくんあったまいい。いっそ二人で迷い込んじゃう、愛のナビリスに。いやー、よしくんいやらしい。邪魔よ邪魔。わー、さっきの青い髪の子が壁を突き破って直進してきた。出口のありそうな方向に向かって直進が最大効率よ。うおー、
ク気味の技を使って一気にゴール。でもありです。最後の試練の挑戦権獲得は青い髪の子君たちカップルだ。当然よ。さあ、とんでもないお宝商品もらうわよ。最後に挑戦していただくのは、手を取ってどれが本物の彼氏か当てるゲームです。え？彼氏さんは箱に入って、そこから手だけを出します。同じようにうちのスタッフが出している5本の手から、無事に彼氏さんの手を選んで握れたら優勝です。ボックスセットラン。目の前に手の突き出た箱が5つ、この中の1つだけが君の手。そっか、思えば君の手なんて握ったことなかったわね。さあ、悩んでいる女の子、動きが止まった。実は彼氏の手など握ったことがなかったのか、そこに愛などなかったのか、万事休すか。ねえ君、見つけたわよ。答えはこの手。これが私の大切な彼よ。大正解。優勝は青い髪の女の子カップル。君、どうして分かったのか不思議そうな顔してるわね。その手よ。気づいてしまったの。君の手、傷だらけになってた。きっと私といつも鍛錬していた時についたものでしょ。私がつけさせてしまったのね、その傷。ごめんなさい。これからはもう少し弟子のことをちゃんと見てあげようかなって思ったわ。おっと、お二人さん見つめ合っていい感じですね。さあ、それはともかく、とんでもないお宝商品の発表です。待ってたわ。さあ、何かしら。商品はこちらです。何これ、安物の赤ん坊用ベッド。いや、これは安物ですが、もしお二人にお子さんができたらとんでもないお宝になるでしょ。だから早くお子さんを作ってくださいっていう、そういう粋でいなせな商品ですよ。ま、カップル大会ならこういうのもいいでしょう。こんなもののために参加料を。あれ、お客さんどうしました。責任者は外出中です。ねえ君、新しい傭兵契約を取ってきたわ。この紙を見て。花屋へ馬車で輸送される花を護衛してほしいという依頼よ。なんだかすごく報酬が高額だったの。当然弟子の君にも手伝ってもらうからね。え、契約書に不自然な条文がある。なになに。商品を守れなかった場合は護衛人は自分の身をもって弁償するものとする。拒否することはできないですって。まあ確かに気にはなるけど、心配いらないわ。私たちは長年の鍛錬もあって十分強くなったわ。ちょっとやそっとの賊には負けやしないわよ。
かなか馬車の上での旅ってのも優雅でいいわね。分かってるわよ、仕事仕事だ。向こうから何かが近づいてくるわよ。何かしら。おー、俺たちは怖い怖い宿だ。その花奪っちゃうぞ。怪しいところなんてないぞ。長年傭兵を続けてきた私たちが負けやしないわよ。てーい、がやられた。負けた。怪我しないうちにずらかれ。危険手当なんか出ないぞ。不甲斐ない連中ね。ろくに手合わせもしないまま帰っていったわ。いいえ、強くなりすぎてしまったのよ私たち。君も心配しすぎだったみたいね。あ、あそこに目的地の花屋さんが見えてきたわよ。あれ、花屋というにはやけに屈強な男性たちが並んでるわね。まあいいか。花屋さんたち、無事に野党は撃退して花を守ったわよ。どうかな。おい、荷台を確かめろ。ああ、親分、じゃない、手帳、荷台が空っぽになってます。なーっと、なんてこっつ。おい、そこの兄ちゃん、馬車の眺めを見やがれ。空っぽになってるじゃねえか。そんなはずはないわ。ちゃんと野党は全部撃退したのに。いや、お前らが目を離した隙に盗まれたに違いねえ。でも信じられない、私はちゃんと守ったはずなのに。だんだん声が小さくなってるじゃねえか。それじゃあ契約書通り、もうお前を煮るなり焼くなり俺たちの自由だ。上物の姉ちゃんだな。奴隷として高値で売り飛ばしてやるぜ。何しろ契約書にそう書いてあるからな。仕方ないわ。ごめんね、君を弟子として指導することはもうできそうにないわ。ってどうしたの君、馬車の御車をチラチラ気にして。やべ、見つかった。なあ、待ってくれ、手荒なことはやめてくれよ。全部話すからなあ。え、ちょっと待ちなさい、そこの御車。なあ、待ってくれ、手荒なことはやめてくれよ。全部話すからなあ。俺はそいつらに雇われてただけなんだ。そいつらは花屋なんかじゃなくて盗賊団で、この馬車も最初から荷物なんて積んでねえんだ。バカ、ベラベラと白状しやがって。クソ、逃げろ。花屋じゃなくて盗賊団。待てー、てーい。君の言う通り危ない任務だったみたいね。で、怒ってるの？そうね、心配かけてごめんなさい。あと少しでもう君を指導できなくなるところだったものね。師匠として失格。え？そういうことじゃない？純粋に私の身を心配してくれたの？私、その、あんまりこういうの慣れてなくて、今まで
自分しか自分の心配をしてくれる人がいなかったから。ありがとう。これからはもっと君の言うことに耳を傾けるわね。で、なんだか私ずいぶん変わったみたいね。なんていうか、なんでか頬が熱いわ。なんでかしら。よく来てくれたわね。こないだからずっと考えていたんだけど、今日は君に勝負を挑むわ。わからないけど、最近私変なのよ。君がそばにいると平常心でいられなくなったの。いいところを見せようと無理しちゃうようになったし、かと思いきや甘えたり頼りにしたくなっちゃう時もあるし、とにかく理由もなく君とただ一緒にいたいなんて、こんな気持ち初めてで全然効率的じゃないわ。だから君を打ち倒して本来の私に戻るわ。行くわよ。受け止めた。ならこれはどうかしら。また返した。腕を上げたわね。嬉しいわ。でーい。もう今日はおしまいにしましょう。腕を上げたわね、君。決着はつかなかった。勝負は持ち越し。師弟関係もとりあえずは継続ってことで。ありがとうね。ねえ、少しだけ自分語りに付き合ってもらってもいい？私今までね、男性とも女性ともあまり仲良くなってこなかったわ。ギルドメンバーとも仲は悪くないけど、半分くらいは仕事ってこともあるし、それもこれも効率を考えると傭兵は孤独でないといけない。守るものができちゃったら弱くなる、そう勝手に思っていたのね。ねえ、ちょっとだけそっちに寄ってもいい？寝転んだままでいいから。ここに一枚の布切れがあります。これなんだと思う？そう見える？これはね、いつだったか魔物との戦いで私の服が破れた時に、体を隠せって君にもらったマント。確かにそうだけど、これはね、いつだったか魔物との戦いで私の服が破れた時に、体を隠せって君にもらったマント。もうボロボロになっちゃったこんな布切れをまだ持ってるなんて、全然効率的じゃないけど、なんだか手放せないの。変かな。ありがとうねえ君。もしこの先君が本当に私に勝ったとして、師弟関係じゃなくなったら、君はそう言ってくれて私も嬉しいわ。ねえ君、もしこの先
君が本当に私に勝ったとして、師弟関係じゃなくなったら、君はそれでも私のそばにいてくれるのかな。ありがとうね、君。よし、それじゃあ明日は依頼を受けてるダンジョン探索一緒に行きましょう。最短時間での完了を目指すわよ。私は朝からバイトよ。まだ配らなきゃいけない新聞がこんなに。あら、何かしら。新聞の隙間から光が。キャー、君、今日は来てくれてありがとう。楽しみね、いちご狩り。カップルで参加すると入場料半額なんてめったにないもの。いちご狩りは制限時間があるから効率的に行きましょう。持ち帰り分もあるわよ。限られた時間内で効率的にいちごを採取するにはどうしたらいいのかしら。ただ大きければいいというわけではなさそうね。糖度、色、艶を総合的に判断してイチゴの質というものを洗い出す必要があるわ。君もそっちからイチゴの質を判断して持ち帰り用パックに詰めていって。頑張って、君ならきっとできるわ。それにしてもこのパックやけに小さいわね。そうだわ、脇の下とか胸の谷間にイチゴを詰めて持ち帰るのはどうかしら。君もパンツの中とか入れられない？まあさすがにルール違反が過ぎるか。まあいいわ、バッグに入る分だけで。弟や妹たちの分まで持って帰りたいのよ。うち食べ盛りがいっぱいいるんだもの。そもそも私がバイト三昧したり契約生活したりしてるのは家族に楽をさせてあげたいからなの。うん、そう、今のを打ち明けたのは君が最初よ。他の人には言わないでね。え？君も何か協力できることがあれば協力するって。ありがとう。それならいっそ君もうちの家族になってみる？我が家の大黒柱として。冗談よ。いちごももうこれ以上取り切れないわね。はい、口を開けて、あーん。おいしい？よかった。どうだった？私からのプレゼント、いい夢見られた？以前のあんたと美冬の記憶をもとに作った夢なんだけど、今のあんたはこんな行動をとるのね。それにしてもイチゴ狩り羨ましいわ。私も行きたかったわ、なんてね。それじゃまたね。知られちゃったわね。私が頑張って稼いでるの、弟や妹たちのためってこと。また君に私の新たな一面を知られちゃったわ。別に嫌じゃないけど、
ていうか新聞配達遅れちゃう。じゃね。え、君も手伝ってくれるの？よし、じゃあ効率的にジョギングしながら新聞配達で体力作りよ。ついてきなさい。ねえ君、究極の効率って何だと思う？限られた時間で最大の成果を出すことが効率だから、私は複数の仕事を同時にこなすようにしてきたわ。新聞を配りながらタンポポ飾りを剣につけたりね。でもね、私が1日でこなせる仕事は50件が限界。こんなのでは究極の効率にはほど遠い。君もそう思うでしょ？究極の効率というからには1日で100件は仕事をこなさないといけないわ。でもね、さっきも言ったけど、今の私じゃどんなに早く正確に動いても1日で50件の仕事をこなすので精一杯なの。さらなる仕事をこなすにはもっと早く、そして正確に動けるようになるしかない。そう思わない？人を強化する不思議な力を持った君。そう、君が私を強化してその状態で仕事をこなせば究極の効率の達成だって夢じゃないと思うの。君と私ならきっと達成できるわ。もちろん報酬は山分けだし、君の訓練も計画に入ってるからね。だからお願い、私に力を貸して。君ならそう言ってくれると思ってたわ。実はもう依頼も受けてきているのよ。近くの森でできる採集、討伐、調査の依頼をまとめて受けてきたわ。それと一緒にできそうな内職もね。さあ森に行きましょう。そして二人で究極の効率を達成するのよ。どけどけ魔物ども、邪魔するようなら退治依頼が出てなくてもぶっ飛ばすわよ。すごいすごいわ、森の魔物退治、調査、採集、内職までできてる。あ、走りながらの素振りはやめないでね。どんな状態でも攻撃できるようにしておくと戦いで有利になるから。この調子ならたった一日でこの森に関わる全ての依頼を、私の考える究極の効率を達成できるかも。ここまで無駄なく完璧にこなせるなんて、これぞ私の求める究極の効率。あ、この日が来ることを夢にまで見たわ。さあもうすぐこの森の中心部、最後の調査ポイントよ。これが終わったら100件の依頼、そして究極の効率の達成。さあ気合を入れていきましょう。と言ってもこの森の中心部は何もないし、問題があるとは思えない。なんだてめえら。何こいつら、なんでこんなところに。昨日からここは俺たち盗賊団の新しいアジトにしてんだよ。で、てめえらは一体何者だ？通りすがりの森の調査員よ。ここには盗賊団のアジトができたと。よし、報告書に記入したから調査依頼は完了ね。おお、そうだったのか。お仕事ご苦労さん。あら、ありがとう。じゃあ私たちも帰りましょうか。では盗賊団の皆さん、お邪魔しました。あ、今度は茶でも飲んでいけよ。敵がすわけねえだろ。野郎ども、アジトの場所がバレる前にこいつらを捕まえるぞ。ヘイケオシラ、迷うことなく囲みに来たか。
あの無駄のない動きといい、こいつら結構やるわね。ダメよ、こいつらと戦うなんて、それだけは絶対にダメ。だって、こいつらと戦ったりしたら。へへ、どうやら俺たちの恐ろしさが分かっているようだな。今なら身ぐるみ置いてけば見逃して。戦いになったら走る以上に激しく動くことになる。そんなことしたら袋の中に入ってる最終依頼物の果物が潰れちゃう。つまり最終のやり直しよ。それに盗賊退治は依頼にないから戦っている時間がもったいない。そんなことをしたら全ての依頼をこなせたとしても究極の効率の達成とは言えないわ。あ、そうだ、どうしてもというなら町に戻って頭さんたちの討伐依頼を受けてくるから少し待ってて。バカにしてんのかてめえ。私は大真面目よ。余計たちが悪いんだよ、てめえみたいな失礼なやつは。おい、やっちまえ。へい頭、上から失礼しやすだい。木の上から。君、そんな私をかばって。俺たちを甘く見ていたようだな。こう見えて俺たちは騎士団からも恐れられるほどの盗賊団なんだよ。怪我は。よかった、剣で防いでいたみたい。倒れた衝撃で気を失っただけのようね。さあ野郎ども、女の方もやっちまいだ。へい、ガシ。邪魔。刺激で吹っ飛ばされちまって。今の攻撃した時の衝撃で袋の中の果物が潰れちゃった。これは最終のやり直しね。結構やるじゃねえか。だがまだまだ手下たちいるんだぜ。おい、またまた上から失礼しやっばな。ちょっと忙しいから木の上に戻ってもらえる？私そこの頭さんと話があるの。ちっ、死角からの攻撃を打ち返しやがった。お、木の上にいた鳥が驚いて飛んでいってる。知ってる？この森の鳥って警戒心が強くて危険を察知した場所はしばらく寄りつかないの。つまり生態調査もやり直しね。頭、あの姉ちゃんいろんな意味でヤバいですぜ。数はこっちの方が上だ。野郎ども一斉にかかれ。へい、走るわ。あなたたちも向こうに行っててもらえるかしら。たった一振りで全員をぶっ飛ばしただと。また激しく動いたから作っていた人形が潰れてる。内職もやり直しか。なんなんだよてめえは。採集も調査も内職もやり直し。今日一日でやれたのは彼の特訓と討伐だけか。今日はなんて非効率的な日なのかしら。こんなに非効率的なのは
仕事の邪魔をしてきたドラゴンをぶっ飛ばした時以来かも。ドラゴンだと？お前まさかドラゴンスレイヤーの美冬か？こんなに非効率的なのも頭さんたちのせいよね。勘弁してくれ。あんたみたいな凄腕傭兵だなんて知らなかったんだ。そうだ、俺たち盗賊団全員であんたの仕事を手伝うぜ。最終でも調査でも内職でも何でも言ってくれ。勘違いしているようだけど、私が怒ってるのは仕事の邪魔をされたからじゃないの。じゃあなんで？知りたい？だったら教えてあげる。それはね、あなたたちは彼を傷つけた。これがあなたたちをぶっ飛ばす理由よ。君、ねえ君、しっかりして。よかった、気がついたみたいね。体も動くみたいだし、大した怪我じゃなくてよかったわ。盗賊たちなら縛り上げて森に捨ててきたから大丈夫よ。あとは騎士団に任せましょう。全然すごくない。あの時私が究極の効率にこだわったせいで君は怪我をしたんじゃない。私を気遣っている場合じゃないでしょ。私に抗議するとか。なんで私の頭を撫でるの？悲しそうにしてたからって、今はそういうことじゃなくて。もういいわ、本当に底抜けのお人よしなんだから。でも本当にごめんなさいね。この償いはちゃん。何？急に胸の鼓動が。以前にあった彼のことばかり考えちゃう現象に似てるけど、胸がドキドキして、あの時よりもっとひどいかも。なんでもない、なんでもない。ちょっと考え事してただけだから、そんなに顔を近づけないで。何今の。彼が顔を近づけただけで症状が悪化したわ。しかもなんか変な声出ちゃったし。とにかく一度落ち着きましょう。深呼吸。落ち着いた。今なら彼の方を見ても、大丈夫。とりあえずこの件は保留にしましょう。わからないことをずっと考え続けるのは逆に効率が悪くなるし。さて、今からやれば最終依頼ぐらいは終わりそうだけど、期限はまだ先だし、今日はもう帰りましょうか。ええ、究極の効率はしばらくお休み。究極の効率は大事だけど、君が大変な目に遭ったら嫌だものね。着替え完了っと。やっぱり鎧って落ち着くわ。それにしても秋野さんめ、何が究極の効率だかなんだか知りませんけど、無茶しすぎですわ。明日は休みなさいよ。しかも盗賊団を壊滅させたって話をしたら、玉木さんやゆかりさんも無言で健康診断のパンフレットを渡してくるし、もうみんな心配しすぎよ。まあ悪い気はしないけど、ギルドは有給扱いにしてくれるらしいし、たまにはゆっくりと自分の時間を過ごすとしますか。そう、内職を楽しむ時間をね。
安らぐ。体を動かしつつ精神の鍛錬になり、しかもお金にもなるなんて、やっぱり内職って最高よね。もうずっとこうしていたいかも。美冬さん、問題はなさそうですが、一応全部の結果が出るまでもう少し待っていてください。なんならそこのベッドで寝てても。なんで鎧を、しかも内職までしてるんですか。あ、こんなの普通でしょ。いや、その普通ではないかなと。だって私は安静にしているからこの格好で内職しているのよ。ちょっと考えればわかるでしょ。あの、全くわからないのでちょっと説明してもらってもいいですか。病院では安静にするものだから、鎧を着て体を動かす内職をするなんてありえない。あなたの言いたいことはこれよね。うん。まず体を動かすことだけど、私は手を動かしていた方が落ち着くの。だからこれは私にとって安静なのよ。なるほど。次に内職。これはさっきの手を動かすという行為に目的を与えるためのもの。こう見えて私は安静にしながらお金まで稼いでいるのよ。わからなくもないかな。そしてそんな内職を完璧にこなすには一種の心構えが必要。だからこそ私は鎧を着て内職をしているのよ。そこだけがわからないです。まあ、お目に見ましょうか。それと美冬さんに伝えなきゃいけないことがあったんでした。あら、何かしら。さっき受付に男の子が美冬さんを訪ねてきました。検査の様子を見に来たって言ってたから、多分もうすぐ来ると思いますよ。どうしたんですか美冬さん。内職で作ってた人形を握りつぶしてますけど。男の子、その子どんな子だった。黒髪でマントをしていました。あとは、もうわかったわ。というかよく考えれば私に会いに来る男の人なんて彼しかいないわよね。どうすればいいの。このままじゃ病院で鎧着る変な女とか思われちゃうわ。さっきと正反対のことを言い出した。よし、一度落ち着きましょう。内職をしているのは、まあこれが変じゃないわよね。むしろなんでみんなはしないのかしら、不思議でしょうがないわ。あのそうだ、もう一回パジャマを着ればいいじゃない。そうすれば何の違和感もないはずよ。さっさと鎧を脱いで、あとはパジャマを着て。何よ急に大声なんて出す。もう来られてますよ。見ないで。わざわざ来てくれてありがとね。いいのよ。っていうかそのことは早急かつ最高効率に忘れなさい。それにしてもなんで私がこの病院で健康診断を受けていることが分かったの。今日のことは誰にも。何これ、お見舞い。これ秋野さんたちから。そっか、みんなに聞いてここに来たのね。それでこっちの割引券は君からのお見舞い。私が喜ぶものをちゃんと考えてくれてるのね。ありがとう、大事に使わせてもらうわ。本当にありがとね。何、なんか彼
目が私に笑顔を向けた瞬間に心臓の鼓動が、まさかこれこの前と同じ現象、どうしてさっきまだ完全に結果が出てないとはいえ問題なさそうって言われたわよね。よし、まずは状況を整理しましょう。体の問題じゃないとしたらこれは心の問題ということよね。そしてトリガーは間違いなく彼が近づいた瞬間に冷静じゃいられなくなって心臓の鼓動が、あれ、男の子が近づいてくると胸の鼓動が激しくなる。これどこかで聞いたことがあるような、ゆかりさんの見てた女性向け雑誌だったかしら。確か内容は、大丈夫、ちょっと考え事してただけだから。とにかく考えるのはまた今度にしましょう。せっかく彼が来てくれてるんだから今はこっちに集中しないと。それにしてもこの割引券すごいわね。数や割引率もすごいけど、いろんな限定割引があるのね。団体割引、家族割引、女性割引女性割引は秋野さんたちと、家族割引は弟や妹たちと一緒に行こうかしら。でも残念、このカップル割引は私には使えないわね。だって私恋人とかいないし。そうよね、私に恋人なんていないからこの割引券は。ちょっと待って、私君と恋人だったの？どっちから告白したの？場所はどこ？あと親への挨拶はいつがいい？で、私は一体何を言ってるの？前にカップルのふりしてカップル限定の特売セールに行ったから。そうよね、最初から分かってたわよ、もちろん。じゃあ今回もお願いして。何これ、胸の鼓動がさらに激しくなってる。なんで急に。彼と恋人として出かけるから。でもこの前もやったわけだし。とにかくこれは異常事態ね。こんなことじゃまともな買い物ができそうもないし、今回は断って原因を探ってからまたお願いしましょうか。あのね君、今回はこのカップル割引は使わないから恋人のふりはしてもらわなくていいわよ。それはその、そう、あまり割引率が良くないからよ。もともと高い商品は割引されても割高、それを無理に買ったらむしろ損してしまうのよ。なんだったら割引券を見る？カップルの割引はこれとこれと、一つ聞いていい？なんで私の隣に座って顔を寄せるようにしてるの？ああ、私の顔が赤かったから熱を測ろうとしてるのね。熱を測るならやっぱりおでこをくっつけるのが一番よね。私も弟や妹によくやってるわ。暇はないわ。だから今すぐ離れて。
よく来たわね、君。今日は効率よくお店を回れるようにスケジュールを立ててきたわ。ふん、いえ、秒刻みのスケジュールよ。これで今日は効率よく過ごすから覚悟しなさい。そして私は買い物だけじゃなくて最近の不調の調査を。なんでもない。さあほら、早速行くわよ。危なかった。もう少しで彼に気づかれるところだったわ。今回のショッピングのもう一つの目的、それは彼が近づくと発生する謎の胸の鼓動の調査。いえ、むしろ克服よ。これは買い物よりも優先度が高いわ。なんとしても達成しないと。さあ君、早速割引券を使ってショッピングするわよ。最初の割引券は雑貨の全品割引券ね。今はポーションとか必要ないし、トラタイガーと魔法少女ベルルちゃんのグッズがあったら教えてちょうだい。弟や妹たちが好きなのよ。グッズ関連って結構高いし、うちは人数も多いから日頃はあんまり買ってあげられないのよね。だからこういう時にちゃんと買ってあげないと。別にそんなことはないわよ。でもそのありがとう。さあ、ここが終わったら何か食べに行きましょうか。ここの割引券はランチが半額か。なかなかいい割引券ね。日頃食べない料理とかいただこうかしら。でもこの料理いろいろと代用すれば家でも作れるかも。ここのより美味しくないと思うけど。その作ったら君も食べる？そっか。だったら私も気合を入れて克服なんてできるか！なんでもない、なんでもない。ちょっと自問自答してただけよ。何も怪しいところはないわ。何なのよこれ。彼の一言一言で心臓の鼓動がすごいんだけど。とにかく平常心を保つのよ、美冬。平常心を保ちつつ何事もなかったかのように彼の顔を見て。あれ、彼が光っているように見えるなんて。平常心を保てていない証拠ね。これは幻覚、きっと眩しいだけの。やっぱり光ってる。ありがとうございました。今のお客さんで店も落ち着いたわ。やっぱり書き入れ時は大変ね。急に手伝いを頼んじゃってごめんなさいね。君には本当に感謝しているわ。ありがとう。もちろんちゃんとお給料は出るから安心してね。でもいつも手伝ってもらってるし、別のお礼もしたいところね。何かお礼になりそうなものが。この割引券があったわね。あのね君、こんなことでお礼になるかどうかわからないんだけど、私と一緒にお風呂に入りに行かない？どう？少しは楽しめた？お風呂気持ちよかった。やっぱり銭湯っていいよな。私の弟たちと一緒に入る銭湯は。ナナ、家まで競争しようぜ。よし、負けねえぞ。こら、あんまり離れちゃダメよ。やっぱり家族の数が多いと銭湯に行くのも一苦労ね。君が一緒に来てくれて本当に助かったわ。君へのお礼と弟たちの印刷も同時にこなす。我ながら完璧な効率ね。ええ、たとえどんな時でも効率を忘れるわけにはいかないわ。それにしてもこうやって君と
しかも家族と一緒に歩くようになるなんて思わなかったわ。確かに君、弟たちに大人気だったものね。まあそれ以上に妹たちに大人気だったみたいだけど。それにしてもこうやって君と、しかも家族と一緒に歩くようになるなんて思わなかったわ。よくよく考えれば、夜中に男女で一緒に歩くなんて青少年としてはドキドキする状況じゃないの？恋人と一緒に歩いてみたいとかね。え？そうなの？なんだか意外。君は絶対恋人いると思ってたわ。でもそっか、君は恋人いないんだ。だったらえい！こうすれば私たちも恋人に見えるわよね。どうかな。少しは恋人を持つ気分みたいのが味わえてたりする？本当に？そっか。あのね、この前のいちご狩りのことを覚えてる？あの時少し言ったと思うんだけど、そのうちの大黒柱にというか、私と恋人。あなたたち、そこで何してるの？姉ちゃんたちのこと見てた。お姉ちゃん、今のってもしかして？なんでもないから。それよりほら、家まで競争するんでしょ。早く行くわよ。はーい。まったく、こんな時までやんちゃなんだから。君も一緒に行きましょう。今日は特別に試供品の高級ティーバッグで一番煎じのお茶をご馳走するわ。これはまた随分と面白い展開ね。なんだか私まで楽しくなってきたわ。そして当事者の一人はよくわからないって顔をしてると。まああんたみたいな鈍感で鈍チンなやつには一生わからないかもね。私は教えてあげない。どういうことかちゃんとあんたが考えなさい。それはきっとあんたのためになると思う。ここはさっきの店。なんか私夢を見てたような。弟や妹たちだけじゃなくて彼とも一緒に話しながら。私ではなんて夢見てるの。恋人みたいにしながら彼と一緒に歩くなんて。それに夢の私は弟や妹たちが来なかったら何を言おうとしてたの。あんな物語の女性が男性に告白するときみたいに。告白？まさか恋愛経験すらない私が彼のことを。最初から顔が赤くなったりうずくまったりしてたから心配してたって。そう、心配してくれてありがとう。でも何の問題もないわ。完璧に いつも通りの私よ。体が小刻みに震えてるって。これはただの武者震いだから何の問題もありはしないわ。ほら早く食べて次のお店に行くわよ。気のせい、こんなの気のせいだから。あれはあくまで夢の中の私であって私じゃない。そうよ、私みたいな効率ばっかの女が恋愛とかありえないわ。だから彼のことが好きだなんて気のせいよね。
して剣を振って、あ、疲れたからって勢いで振っちゃダメだからね。ただ剣を振るんじゃなくて、自分で攻撃を思い描いてその通りに剣を振れるようにしないとダメよ。完璧ね。いつもと同じように彼と接しているわ。やっぱり彼に恋してるなんて気のせいだったのよ。あんな夢を見てちょっと勘違いしちゃっただけよね。そもそも効率に生きて効率に死すこの私が恋なんてするわけないじゃない。それに私って女の子っぽくないし、彼も私のことなんて。何ですか？ていうか私と離れて訓練してって言ったでしょ。いきなり近づかれたから驚いて変な声出ちゃったじゃない。これはその、君のそばにいると冷静さを保っていられ、じゃなくて、間合い、そう、間合いを測る訓練よ。私と君の距離を正確に把握して攻撃までどれくらいかかるかを意識しながら訓練しなさい。だからそんなに顔を近づけないで。胸の鼓動がまた、じゃなくて、ここが戦場なら君は死んでいるわよ。さあもっと離れて。あんたたち冒険者か。頼む、村を助けてくれ。君、すぐに傷薬の準備。その間に私が応急手当てをするわ。この傷、まさか魔物にやられたの？ああ、急に現れたと思ったら大軍で村を襲ってきて村を占拠しやがった。俺たちはじりじりになりながらもなんとか逃げて。魔物の大軍とは厄介ね。他に何か気がついたことはある？あとは群れの中にとんでもなく強い魔物がいて、他の魔物を生きてた。この付近で群れで行動する魔物はいなかったはず。何かが原因で生まれた強力な個体が周りを力でねじ伏せてボスになり縄張りを増やしに来たってとこか。情報ありがとう。あとはこちらで何とかするわ。今は怪我を治すことに専念して。ありがとう。君はこの人を町まで運んで、その後はすぐに王宮かギルドにこのことを知らせてちょうだい。知らせた後は私が帰ってくるまで町で待ってて。今回は危険な戦いになるわ。だから絶対に戻ってきちゃダメよ。君まで一緒に来たらこの人はどうするの？この人早く治療しないと命に関わるわよ。そんな顔しないの。殲滅じゃなくて気を引いて他の村に向かわせないだけだから平気よ。それにこの私が普通の魔物に遅れを取るわけないじゃない。ドラゴンスレイヤーの異名は伊達じゃないわ。だから安心して行きなさい。ええ、行ってらっしゃい。言ったわね。まあ今回みたいな魔物の群れは一体に集中できるドラゴンより危険な場合が多いんだけどね。気を引き締めていかないと。さて村に到着ね。早速の歓迎ありがとね。
一つ忠告するけど、せっかくの群れなんだから一体で襲わずに複数で来た方が。って早速仲間を呼んできてるし、襲わるまでもないってわけか。これだから群れを成した魔物は嫌いなのよ。飢えた獣みたいに痛みとか二の次で襲ってくるし、しかも無駄に規律があるから確実に包囲してくる。だからドラゴンより厄介なのよ。まったく。想像以上に数が多いわね。注意を引きつけられたみたいだし、他の村がない方向に逃げつつ戦いましょうか。ここなら少しは休めるかな。何体倒したっけ。10超えてから数えるの忘れちゃったけど、これが魔物討伐だったらいくらもらえるかしらね。死ぬかな。私何やってんだろう。魔物の大群に一人で戦いを挑むなんて、こんなバカなことする傭兵聞いたことないわ。多分彼と出会って過ごして、私の中で何かが変わっちゃったんでしょうね。少しは思い出に浸らせなさいよ。このこいつ刺された槍を離さないつもり。他の魔物、防御できなかった。体が思うように動かない。さすがにまずいかも。まだまだ。まだいける。私は この先こいつがボスね。こいつさえ倒せば周りの連中は逃げるはず。こいつ私の槍を弾いた。防御だけじゃなく攻撃まで強いとか、さすがボスね。足が動かなくて。この状況で新手って嘘でしょ。どうやらここまでみたいね。よくやった方よね。いくら群れを成しててもこれだけ数を減らせば一度撤退するはず。これで周辺の村が襲われることはないわよね。残りの大社は騎士団が何とかするでしょう。税金受け取ってるんだから、それぐらいは働いてもらわないと。心残りがあるとしたら仲間たちかな。秋野さんはあの天才を心配する必要なんてないか。ゆかりさんは飲みすぎないかだけが心配。一番心配なのは無茶ばっかりする玉木さんかな。彼は私のこと覚えててくれると嬉しいな。君がここに。怪我をしていた村人は
ギルド管理協会に送って王宮への通報を任せてからすぐに帰ってきた。バカ、なんで戻ってきたの。町で待っててって言ったでしょ。ここは本当に危ないの。私がおとりになるから今からでも逃げて。そっか、そうだよね。君はいつだってそういう子だものね。だったらせめて効率よく戦うわよ。君は私を強化しつつ、後ろの敵も、前の敵は私がやれば。だから私の背中預けたわよ。さあかかってきなさい。この私がまとめて片付けてやるわ。何これ、さっきまで指一本動かせなかったのに体がまるで羽のように軽い。こうしていると彼の心を感じる。私を心配してくれて、そして私と一緒に戦ってくれるという強い意志が。ボスがまた来たわね。さすがに他の奴らに任せておけないって判断したのかしら。こいつには私の槍が効かなかった。正直言って恐怖すら感じるわ。でも今はそんなこと関係ない。私がやるべきことはただ一つ、私のために戦ってくれる彼の思いに応えるだけ。喰らいなさい。これが私の、私たちの力よ。やった、仕留めた。他の魔物たちが退き始めた。これで村の人たちも安全よね。あれ、ここは。君、私はここで何をして。なんで私は君に膝枕されてるのかしら。今すぐ離れ。ちょっと待って、なんで止めるの。意味がわからな。この痛みで何が起きたのか全部思い出したわ。なるほど、君は私を少しでも休ませようと膝を貸してくれてたってとこかしら。余裕がなさすぎて抵抗する気もなくなったわ。今回は君に甘えさせてもらおうかな。それにしても君に背中を預けて戦う日が来るかもって思ってたけど、こんなにも早く実現するなんて。いつまでも弟子扱いしてられないかもしれないわね。まあ師匠の言いつけを破る生意気な弟子になったみたいだけど。町にいなさいって言ったのにこんな危ないところに戻ってくるなんて。いい？助けてもらっておいてなんだけど、今回は本当に危なかったの。だから今後は師匠の言うことをちゃんと聞くように。次に今回みたいなことがあったら。バカ、勝手にしなさい。何これ、いろんな感情が私の中から溢れてくる。胸の鼓動は変わらないけど何かがいつもと違う。さっきの戦闘の時に感じた気持ちと同じだわ。まるで彼の心が私を包み込んでくれてるみたい。彼がそばにいるだけで、言葉を聞くだけで、触れられるだけで感情が止まらない。でも嫌じゃなくてむしろ心地いい。ごめんなさい、私もう限界。少し寝るからあとはよろしくね。そっか、これが好きって気持ちなのね。